あれ、ダイン？おーい、ダインってば。何ぼーっとしてんだよ。何かあったのか？貴様たちが話していた失踪者だが、そいつはどんなやつだ？お？確か20代前半の男の人だったよな。一体どうしたんだよ、ダイン。先ほど頭の中にあるものが突然現れた。どうやらそいつに関する記憶のようだ。なんだって？ひょっとして昨日あいつのことを話したから夜に夢を見たとか？いや、あれは夢じゃない。今朝目が覚めた後、急に頭の中にこの記憶が浮かんできた。確実に言えるのは、俺はこの男に会ったことがないということ。ああ、確かその記憶で俺は最古の幸運期の目をそいつに渡していた。ってことは、いなくなった人がアビス教団とつながってるのは確かみたいだな。はあ、それにおそらくそいつは人の脳内に記憶を埋め込む能力を持っているようだ。それが本当ならビマラ村のみんなもただ頭の中に嘘の記憶を埋め込まれただけなんじゃないか。もともとそいつのことなんか知らなくて。でもこんなことをしたところで一体何の役に立つんだ？今朝のこの一件でアビス教団側の状況が一つ露呈した。お？それって？奴らは依然として最古の幸運期の目を求めている。それを探すことをまだ諦めていないということだ。このような記憶を埋め込んだのも目のありかを唯一知っている俺の頭を混乱させるためだろう。ふん、そう心配するのも無理からぬことだ。だがアビス教団にそれを現実にするほどの力はないだろう。しかし奴らの目に対する執着を見る限り、それなりの用心はしておくべきだ。目がまだこちらの手にあるか確認しておこう。二人も来てくれ。目を隠した場所に行くのか？ああ、遅い。遅い。ここに隠してあるのか？確かに人気が全くないし、気づかれにくい場所だな。早速確認しに行こうぜ。待て、旅人。急ごう、入るぞ。